はい、どうも、すみません、おち TV です。今回もウィニングループアプリ戦略やっていきましょう。ということで、こちらね、無課金くらいばかりになるんですけれども、今回も、こちら、15個溜まっております、無料ガチャ券。素晴らしい。まあでも結構、1週間やれば、もうかっつり溜まっていくということで、くらいばかりの方だね。はい。はい。銀が13個、金2個。はい、なるほど。ということで銀13個、今ね銀でも非当選になる選手とかがゲットできれば、銀のその要はレベルマックス交換できるわけですから、銀まず回していきましょうか。よし、これで前このアカウントで黒来たんだっけ。いや2回来たから。マジかよ、やばいでしょ2回。まあ、俺もねちなみに貯めてるんで、ロナウジーニのアカウントもあるんで、合わせて今回いきますね。さあビッチ来て、ビッチそれ来たら半端じゃねえぞお前。銀で今後でも注目よ。はい、結構若い選手ね、ビビッとくるよ。24歳。どうするどうする、入れておきましょうか。あ、入れとくと。入団ワンパー持ってますね。ワンパーだけ持ってるって結構、すごいなんかあれだね。いいよ。シェーン！いくら？そうは問屋が下ろさねえぞと。そんな眼帯 CB！ ウーゴ。病院では来すぎだろ、2連続は。26歳、187。あー、どう？結構やるでしょこれ。結構ね、スピード瞬発の71、71。5。あ、どうですかこれ。これもしかしたら。26歳か。わかんないけどね。入団決定！入団決定。とりあえず。緩いから。とりあえず入団。そんな感じで入団させてってええのかね。ダメだな。まあでも見といて、確認しないとな。キャプー！なんかこれなんか来たような気がする。キャプーとか言ってたよ。あ、そう。これは29歳、はい、意外とこういう選手は強かったりするんだよね。なんちゅうこと言うお前、自作グングンみたいな感じだよね。金、銀から金に上がってる選手とかもいるからな。あ、さあ見極めろ見極めろ。フレッジゴルビン、はい、ナックアンバ、どうな、足速そう。 23歳、どこの国、結構若いぞ。結構若いよ。若いね。これよくわからない国のところは消えちゃう人も多いからね。なんで？え？キャンバーを。もうね、ちょっと、まあ、そんなこと言ってたらもうマジで誰も消せなくなっちゃうから。ああ。ほんまに。俺は調べるけどね、一人一人。なんじゃそれ？おーい！いや、マジかよ。マジかよ。マジかよ、コケ。バーティング来いよ。マジかよ、コケ。バーティングだろ。コケ。イスカオ。どういいっすか、いいよね、結構ボールこねられるようになってるよね。19で分かんないけど、パイセンか。いや、イスコパイセンいいでしょ。うわ強い、お前イスコいいな、銀で。いいよいいよ。でもイスコ本は何なんだっけな、来作。でも結構普通にいいんじゃない、まあね、コネコネしちゃうよイスコで。いやー、てかバッティングとかアザンとかでしょ。いや、びっくりしたびっくりした。こっち CF ビエットバレンシアですよ。24歳、どうですか24歳。スピードも悪くはないですね。それで行きましょう、はい、ゴー。え、まあ、そうは問屋を下ろさない。球の速さ的にね。いやいや、あれ1個来ただけでもすごいいいよ。ミゲルトーレス、さあ、あ、31歳。あ、でもセンターバックできる。あれ、いやー、ボアテングとかアザールとか気にした。いやー、それはないわ。イスコだよ。あ、分かってるなと思った俺は。あ、おい、ちょっとおい、マンダラス、おい、急にでっかいこと。よーし、おい、めっちゃいいやつ来んじゃんかお前、これは。やべえ、来た、ラミントンさん。これ超強えよ、これ超強えよ。2019、顔がイカチーも21歳らしい。いいよ、味方パンしたんじゃん。拳でかこれ、ちなみに60までいくんよ、育つの。で、おもちゃ TV が2019で育てたら強くなるセンターバックシリーズみたいな出したやつ、で1位かな、確か。能力超強くなるよな。めっちゃ強い。普通に今でも強いしな、もうレベル1だよ。いや、いいね、この選手。アクロバティッククリア減った。いやー、あずっす。うわ、まだ残ってるよ、お前、まだ全然。ちょっと、ちょっといくか。いやいや、これおかしいだろう。あ、キャロルか。キャロルどうですか。お、もうミーシンやん。アンディキャロル知ってんだよ。ええー、タイプを。もし、非当選になるとかないの。ああ、わからん。
なるとかあんじゃないの、アンディギャロロとか。オレイフレッチコロミ。どうなんだ、コングレとか言う。32、ここら辺ちょっと分かんないね。まあ、モンペリエ、モンペリエは普通にあるから。そうなんだよね、これ誰を残すかみたいなね、そのボックス内でのそのそういうのがありますからね。インカーバロー。おー、どうなの32、この選手もどう。あーよ、はい、ということで2ずつですね、あと来んのかい。まあでももう来たな、ダビングなんですともう黒でしょ、もう来すぎ来すぎ。あーはい、もうここで終わりだな。ロランド、もう非搭載 CB とか欲しいのこれ。なんか何かしら言うてもんね、誰か。よいしょ、セトゥーナンシー。はいはい、え今公安1だったすげえ、え公安1だ、セトゥー。やばくない、うん、すでにゼフ長ってこと。いやだから校長かゼフ長か、波激しすぎる。さあ、ここですよね。これなんか金より銀、黒とか、あの銀のやつの方が出るイメージあるね。まあそういうのもあるっちゃあるよね。あー、はい、でも金で何が出るかだよ。お前ダビングのチャンピス来たのお前。はい、いやー、ラスト1回パイセンだけか。いやいや、お前イスコめっちゃいいやん、もったいないお前にイスコなんて。いやー、さあ、来い。えトリッソか。まあ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 、まあ、いや、普通に収録はされると思うよ、フランス代表にいるからね。なるほど、はいはいはい。トリッソまあまあだよね、別に悪くないですよね。うん、まあまあ普通のいい選手来たね、といった感じで。でもね、15回回してまあ黒一体、そう、そしてダビンソン・サンチェス来たんでめっちゃ当たりじゃんお前、まあ、結構当たり来たんですけど、まあそっち行こうか。俺のアカウント行くぜ。よし、さあ行きましょう。こちらロナウジーニョ赤、これロナウジーニョ赤は銀が9個、金が3つということで、まあ、イベントを完走したと言った感じでございます。イベント完走するだけで12個もらえるからね。すごいすごい、すごくない。ということで銀から行かせていただきます。完走するだけでもらえる、すごい。そうそうそう、すごいよね。いけ、あ来いお前。よしよし、銀でもいいよ、銀でもホスメーサーとない、シミ金よ、ダービーショー。こんなが落ちたんだな。さあ、まあ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 、俺も1個黒来てほしいよいい金でもいいんだけどね。パワーね、やっぱり長い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 ね、たまに。ファギネル、ファギネルね、まあ悪くない選手だよね。21歳、うん、でもサイドバック結構豊富なのよ、スペシャル系で。ああなるほどね、サイドバックは豊富だからトレーニング回します。どこが欲しい。まあセンターバックだね、どっちかっていうとセンターバックがマジで欲しい。はい、おい銀って、おい銀って、OMF、アリソン。もしかしたら強くなってる可能性あるんだ。まああるよね。そこがな。そう。えいしょ。おい、黒流すな。おーい。ゲーン。なんだお前、でかい。でかい子だちとお前。ムバンジェだよお前。トゥールーズだお前。オッケー、ここら辺まで流し流し。ライチョップ。ライチョップ。おい、銀が異常に多いんだよなあ、 CF 来た、ウィリアン。あー、こっちのウィリアンか。さあ、3枠あるからな、3人は入れてもいいんだけど。結構自分少ねえな、回してんのこれ。回してるよ、ちょこちょこ回してるガチャ回してる。大丈夫、おーっしゃ、剣来た、頼む CB で金の。おーい、あ、エンクル、どうなんだ、 CB まで合ってたけど。あー、エンクルでも CB まで合ってたけど、もうどうなんだろう、足早きじゃないよ結構足。あー、うわー、うわー、くそー、言っていいよお前なんか嫌だよお前、ほんとにお前エンクルだよ。もうダビントサンチェスがよかった、エンクルがお似合い。なんだお前、なめんなよお前、一応入れといた一応加入、うん、はい、トネかな。あー、あー、銀誰、銀いい選手めっちゃいるからね。ボークス、名前かっけえな。イングランド上ですか、今そっち系やな。なんか最近国別オンチャルとかでさ、うん、スカットをこう組むじゃん、うん、
でさ、もうスペインとかポルトガルとかいろいろ見るじゃん、うん、顔で判断できるんですよね。大体ここの国やろうなみたいな。え、なんかもう見てくと何々人、うん、あ、うわあ、惜しい惜しい、お前ふざけんなよマジで。ほわっ、ジョレンテ、これはね、スペイン、まあ、これ有名です、ね、ジョレンテ、マルコスペインとは有名。え、これ取っとくべきじゃない。いや、これは入れておいた方がいいと思う。結構伸びるんじゃないかな、2022歳だし。え、伸びしろしかないんじゃない、逆に。あ、強い強い強い。え、何が、なこの選手ちょっと入れとくわ、一応。マルコス前だね。いや、ちょっと待ってよ、あと1個だよ、ゲイン。あい、ゲインさん、いや、マジで、まあ、金1回来たんか。もう来てるよ。あ、ジーケ来た。あ、なるほど。さあ、金が3つこっちありますから。金で、いいやつ、頼む。よいしょ。まあ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 、ここで、ここで CB、マドラス。マドラス、あ、ペドロ・レオン。前めっちゃいるじゃん、強い選手。ムハンマド・サラーが控えてるから。それやばいな。いきます、黄金ジャンプ。お前来いよ、黒とかも。黒とかも来いよ。はい、あ、マテュー、マテュー、デカめのこう、フィル・ジョーンズ系はいいから。フィル・ジョーンズ系は34歳、どう。あ、でもそんなに、まあ、まあ。マテューはね、強かった。まあいいや、一応言うとくわ。残り1回、ライ引きだよ、これ。チョップだ、マジでマドラス。クリバリー、よいしょ、うわぁ。うわぁ、ってもうウィングくんな、マジで。あ、23歳でも。23歳はいいんじゃない。あー、まあって感じですね。あー、まあ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 、まあって感じだね。まあ、いるよね、ウィング系でもそんなにいっぱい。渋かった、俺の。まあ、まあ、といった感じで、今回、俺の無課金赤のクライフ赤の方が15回。はい。で、ロナウジン赤の方が12回かな、確か。そうだね、12回。計27連ぐらい、回してきたんですけど。結構でも、どっちかのアカウントで1個は黒出るね。そう。で、俺の方のアカウントやっぱり黒来たし。ダメのサンチェス来てんの、普通にダメのサンチェスも来たし。めっちゃいいじゃん。そう、やっぱこれ普通無料ガチャだから。そうそうそう。こうやって出てくるんですよ、選手。うん、で、まだね、まだ要は、2019のアップデートまで。うん、まだイベントとかもあるし、まあ今週また来てるし、しっかり。うん、またやってね、貯めていければ、また最後ぐらいまた引けるのかな、みたいな。あと2回ぐらいやるんじゃない、そう、いけるんじゃないかなと思うんでね。はい、また貯めていけばね、いいかなというふうに思います。ということで、さらっ、ボー